どうも皆様こんばんは、セゴニタ三世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。ソニーの SRS-XG300 です。さあこちらが個人的には一番楽しみにしていました。紹介してきたこちらのですね、過去2つの商品よりも圧倒的に大きく重たく、そして高いというものでございます。がっつり系のスピーカーになりますんで、果たしてどうなのかなというのはですね、ワクワクしております。他にもですね、坊主のスピーカーと比べてほしいとかいろいろご意見いただいたんですけど、それはね、明日やりますね。数一応うちにね、いろいろ点在してるんで、まとめてパーってやった方が面白いかなと思って、そちらはですね明日出しますので、ぜひそちらもご覧ください。というわけでこちらですよ、 XG300、 果たしてどんな感じなのか、これから皆様と一緒に開けていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがソニーの XG300 です。開けていきましょう。ザラーン、出ました。入ってたのは取扱説明書とか書類一式、 USB-C タイプの AC アダプターですね。ほんでこちらが本体になるわけです。すげえでけえ、こんな感じです。上にはですね、取っ手がついていて、持ち上げると左側に寄るような仕様になっていますね。電源、 Bluetooth、 そして充填音ですね、そちらを大きくするボタンに、反対側に行って再生停止、電話出るボタン、そしてボリュームという風になっています。逆側にはですね、このようにポコンといろいろついていますね。左側から USB-A に外部入力、 USB-C、 バッテリーボタン、ライトという風になっています。X バランススピーカーユニット、 2way スピーカーシステム、バイアンプ構成などクリアな高音質を実現するための様々な技術が投入されています。充填音が響く迫力のパワフルサウンド、デュアルパッシブラジエーター方式や臨場感を再現するライブサウンドモードや、低域を強化するメガバスモードなど搭載しています。もちろん DSEE も搭載、 LDAC を使うこともできます。コンパクトサイズ、格納式ハンドルによる高いポータビリ性、外部入力端子があるので CD プレイヤーやウォークマンなども使えます。ステレオサウンドを楽しめて、2台の機器に同時接続できるマルチポイントやマルチペアリングもあります。もちろん防水防塵対応、キッチンだけでなく海やアウトドアでも安心して使えます。約10分の充電で70分再生可能な急速充電のほか、ロングバッテリー、バッテリー残量がわかるボイスガイダンス機能もあります。とまあそんな感じなんですけど、大事なのは音質ですよ。これからつけて確認していきたいと思います。じゃあスイッチ入れてみようかな。ポチッとな。 Bluetooth 接続しました。はい、あっさり繋がりましたよ。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。オーディオイン、あーなるほどね、オーディオインのボリュームも変更することができたり、各種設定ですね、メガバスとかライブサウンドとか、イコライザー、カスタム EQ になるんだ。 DJ エフェクトですね。あ、だいぶすっきりしたね。アイソレーターとフランジャーだけになったんだ。なるほどね。他にも音質優先にするか、接続優先にするかなど、イルミネーションも変わるんだ。これ横かな、あ、これだね。音を再生してる時によくわかるのかな。ちょっと今のところよくわかんなそうですけどね。あと細かくですね、いろいろイルミネーションも、あ、いじれるいじれる、こんな感じで変えることができますね。カスタムカラーとかも気分によって変えることができます。スマホを傾けることによって音を変えるとか、そういう機能もあるんだって。あーなるほどね、これは便利だね。あとパーティーライトってなって、で、スマホ自体がペカペカ光るようにもなるらしい。はぁはぁ、なるほどなるほど。これを使ってね、いろいろ見せていくっていう感じか。完全 DJ 仕様だね。あとはボイスコントロールっていうのもできるらしい。ライトオフ。あ、消えた。あ、ほんとだほんとだ。ちゃんと言葉通り動くんだね。ライトオン。あ、ついたついた。はぁはぁはぁ、なるほどなるほど。英語ですけど、これやってねとかっていうことも声で操作することができるみたい。なるほど、わかったぞ。じゃあちょっと音楽聴いてみましょうか。So that us dance this right away. Oh,
めちゃくちゃ音いいな。過去2作とは全然比較にならないぐらいですね。もうめちゃくちゃ音も前に出るし、低域はですね、まあ、ただでさえ聞いてるんだけど、このメガバスを押すとえぐいですね。ガン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 パーティーサウンドになるなっていう感じがします。ここはね、めっちゃ揺れますね。こんな感じでガンガン揺れます。この光がね、ペカペカ回るのもすごい楽しいですね、見てて。ああ、なるほどね。フランジャーこんな感じのがあったりとか、ちょっとやっぱラグがあるね。イルミネーションもこのように変えることができるしね。こんな感じでですね、まあ、多分テイクに合わせてるのかな。普通に合わせてライトが変わるっていうのもまああるんだけど、微妙に遅れてるというか、若干のラグがあるかなっていう感じではありますね。じゃあ今度はですね、有線でも接続して聞いてみましょうか。その違うのかね。めっちゃいい音。ホワイトノイズ感っていうのは全くなくなるので、めっちゃいい音になりますね。変わらず横はですね、ライトがこのようにペカ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 と動くような形になります。暗闇とかでもね、全然楽しめると思いますね。いいね、このメガバス入れるとこうガンガン低域がこう踊ってくれる感じがして、だけど高域も全然負けてないですよね。 XE200 と300とはちょっと違った音の作りになってるなっていうのよくわかります。なるほど、これはいいんじゃない。ちょっとすごい楽しいものですね。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はソニーの SRS-XG300 ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、すげーテンション上がる、楽しいですね。これこそパーティーサウンドっていう感じです。これ1個でですね、まあ、十分な迫力ですよ。低域もガンガン前に出つつ、まあ、高域も全然負けてないし、こちらですね、ご紹介した過去2つの商品とはまたちょっと違ったですね、音の作りをしていて、こっちはこっちでですね、また違った楽しみ方ができるなっていう風には思います。すごくね、このように小さいにもかかわらず、音はね、まだまだ余裕を感じるんですよ。もっともっと大きい音いけるんだよっていうのをすごく感じて面白かったですね。 Bluetooth でも接続できるし、外部入力ですよね、そちらで音を楽しむっていうこともできるので、テレビにもつなげられると思います。多分まあ機種によっては対応してないものもしかしたらあるかもしんないけど、今はですね、地上波映んなくてもいいですよとか、 Netflix だけ見られれば大丈夫っていう方もたくさんいらっしゃると思うんで、これを1台買ってですね、まあ、テレビスピーカー代わりに使ってもいいかなと思います。まあ、もちろん、本当のテレビスピーカーの方がね、いい音はがっつりするんで、こちらでですね、楽しむ、まあ、あまり場所取らせたくないんだとか、外でも使いたいんだっていう場合にもですね、十分これ1台で多機能に使うことができるんじゃないかなっていうふうに思います。低域もですね、がっつり聞かすことができるし、再生時間も十分あります。で、ペカペカですね、ライトが変わっていくのもすごくテンションが上がるし、自分好みにですね、いろんなエフェクトをかけるとかですね、カラーを変えるとか、声でですね、操作をするなんていうこともできるので、多種多様というかですね、多機能にいろんなことを使うことができるのも楽しいですよね。そうね、まああえて残念なところを言っていくと、ラグ、微妙なこの DJ をやってる時のラグっていうのがですね、もうちょっとないといいかなと思いましたね。これしょうがないところがあるんですけど、ライトの点灯とか点滅とか、そういったものがもうちょっとこう曲にぴったり合わせてくれるとなおですね、楽しい、使っていてこう気持ちよく楽しめるんじゃないかなっていうふうには思いました。まあ、かなり贅沢なね、悩みですけどね。でもそんなもんで、値段も30,000円、まあ、この価格だったらこんだけ多機能であって、まあもちろん叱るべきだし、十分ですね、値段と価格が見合ってるんじゃないかなっていうふうには思いますね。カラーリングいろいろ変わっていくのもすごい楽しいし、3キロっていうね、いやいや、まあずっしりくるものではありますけど、でもです、取ってついてるんで持っていけないものではないから、バッテリー性能も十分あるんでね、これ1台ね、長く楽しむことができるスピーカーじゃないかなっていうふうには思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。というわけでまた明日、チャオ。